どうも、ソリノワです。バケモン先生です。田畑藤本、藤本です。何しに来た？いや、そんな言い方ありますよ。お邪魔します。いや、だいたいわかるでしょ。もう前にこう出てるもんにはわかるよ。なんとなくなんとなくわかる、ね、はい、大体ね、美容シリーズ第2弾でございます。大好評ありがとうございます。いや誰も好評やと思ってない。あ、違います。見てる人じゃなくて、井上さんが好評だったって僕は思ってるんで、すごい肌がすごい潤ったって。ああ、もう、見違えるように。ねえ、あんだけ嬉しそうな顔見たら、やっぱね、もう、はい。第2弾やるしかない。確かに。ここ数年で一番嬉しそうな顔。ねえ、あれはもう一度。何すんねん、今回は。で、今回は、こちらの材料を使いまして、ピチクありがとうございます。ピチク破裂音がね。出てますけど。いや、だってあかんって言うやん、 YouTube は。あ、僕も出るのが、まあ、はい、でもそうですけど、いろいろ井上さんシャワーシーンとか、うん、お風呂入ってるシーンとか YouTube に上げたりとか、うん、あとポジティブカレンダーあったじゃないですか、うん、あの時なんかシャワー浴びてるシーンじゃなかった？あるよ。はい、やっぱ出てまうんですよ、うん、その時にやっぱピチクビじゃないと、はい、僕はダメだと思うんですよ。減っちゃうんで、やっぱ視聴数が、はい、あともしかしたら上げてみてダメかもしれません。バカ、それはバカってなる可能性ありますけど。はい、はい、これはちょっと正直お試しなので、すごい僕は今リラックスしてやってます。それはちゃいますけど、うん、でもそれで結果、うん、ビチクビになるんであれば。そうです、ね、ビチクビは別に形とかじゃなくて色合いをちょっと、はい、落としてみようじゃないかなっていう企画でございます、うん、はい、はい、カノ姉妹もやっていたという。ややこしいな。ややこしいわ。天然やから笑ってるでしょ今。恥ずかしくて。カノ姉妹行った瞬間にしまったと思ったけど、もう止まんなかったね。止まんなかった。すいません。カノ姉妹がやってたの？そう、やってたもんね。京子さんがもうされてると。まあ、京子お姉様がやってるんであれば間違いないよ。あ、そうです。だからやってみましょうということで、はい、ご用意していただくのはこちらのヨーグルト。腹立つわこれ。あとあの小麦粉をね。手見えへんで。手見えへんで。これをじゃあ作っていって、はい、俺そもそも乳首とも綺麗な方へ。より綺麗になりたくないですか？そこでストップしていいですか、うん、って話これほんま2枚の中トロ乗ってるぐらいの美しさ。油乗ってますね。本当にピンクの。早速作っていきましょう。いきましょう。さあ、ヨーグルトって美容に関して万能なんやな。そうですね。ですね。はちみつを、はい、お願いします。はちみつ入れちゃいます。はちみつを割と入れておいた方がいいです。とろみが欲しい。それぐらいちゃう？やりました。これ普通に美味しそうだよ。これね。うまいやろ、そら。はい。このぐらいですかね。これぐらいで。はい。うわ、ええ香り。いいっすね、これ。でも、はちみつはな、喉にもええしな。はい。乳首にもいいと。いいことです。そこかな。さあ、小麦粉。うん。いっちゃいましょう。はい。で、小麦粉も、はい、もう言うてくれたら、はい、オープンしたやつあるかな。新品の小麦粉、これじゃあこれは取っといてオープンしてせっかく余ってるやつ使った方がいいじゃん。確かにそうですね、順番的には、うん、もったいないよ、待ってこれ。ありがとうございます。すいません。ちょっともういい、ちょっといい小麦粉使ったのよ。ランク上がりましたよ。高級小麦粉やん。すごい薄力小麦粉。なるほど、小麦粉やったらええやろ。小麦粉なら大丈夫ですよ。やりましょう。はい、これで入れていきたいと思います。これを入れていきます。これ量難しいね。もうちょい欲しいかもね、マジで。もうちょいいきますか。うん、量ほんと気をつけてくださいね。そうだと思う。あっ、うん、そうだと思う。あっ、まあまあこれ。あ、ありがとう。いつもありがとう。すいません、いつもありがとう。全部こっち東大生やね。残さず言うとけ。元東大生やね。残さず食べる。こんなことさすなって、東大生に。こぼれたら全部僕が食べますんで。テーブルに落ちたものを舐めるような学力ちゃうねんって、こいつは。関係ない、学力と関係ないです。いいよ、それで。これぐらいでいきましょう。あ、ちょうどいいんじゃないですか、これで。どうすんの、これも、うん、直にも、はい、これを塗っていく感じですね。はい、出していただく。でも極力あんまり長いこと映らん方がいいやろ。そうですね、まあまあ、はい、まあまあまあ、バンの可能性がね、あります。出てくるから。
ですか、そのさ、仮装埋めしないでください、急に。なんで急に誘うべしだって思う。ちょっとビフォーアフターで早めにこれで隠れればそんな長いこと乳首が映ることもないってことだからな、はい、そうですね、はい、失礼しまーす、はい、ちょっとヒヤッとするかもしれない。うわー冷たー、ここ乳首ちゃいます、ここちゃいますよ、冷たー、あー、あー冷たー、乳首が泣いてます、これでお待ちいただければもう一首が。そうですね、俺さ、はいはい、まあ、YouTube を後輩のために、まあ、自分のためも含めよ、後輩がバイト辞めれたらええなとか、はい、みんなで楽しいことできたらええなっていうのを、まあ、約1年前に立ち上げてみんなで始めたやん、はいはい、1年後こんなことをしてるとは思ってなかった。まあだってね、まあ、日本も世界も含めて、ね、未来がどうなるかなんて分かんないまですね、で、それは、まあ、こうなることも予想できないし、うん、で僕らもその後輩のために立ち上げてもらった恩返しとして乳首きれいになってほしいなっていうのもありますし、一首してほしい、一首してほしいので、ね、え、で、もう一滴でええの、ずっと喋ってるけどこれ一滴だ。もうちょい、俺ちょっとルールが分からへんからあれだけど、もちもちですか、いや分からへんね、分からへんね、リンも行きますか、リンも、ちょっとなるほど、前回と一緒だね、やっぱこれ、あー欲しがって、欲しがっちゃったそうだ、リンも行きましょう、ちょっと冷たいね、ちょっとヒヤッとしますよ、弱いね、俺ほんで、あーあヒヤッとしますね。うちのお母さんが見たらどんな気持ちで見たらいい、これなあ、お母さんお世話になってます。あこれね、うちのお母さんも見るんだよ。そういう気持ちなんだろうな、これな、いけた、いけ、デリケート、どこで三密起こってんの。なあ、人の乳首の周りで三密が起きて、離れて離れて、15分以上ではないからな、まああれやけど、距離取ってください。ちょっとじゃあ乳首のインサートいただきます。何や乳首のインサートって、もういよいよだからこれ収益上がらんからスタッフ陣がなんとかこのアカウントを潰そうとしちゃう。え、嫌だ、うん、もうみんな辛いから。嫌なんすか。で、これで待ち、もうありがとうございます。いやいや、ええねんて。いやでも大変だったよ、世界も。みんなが、ね、なんか楽しい仕事を楽しめるのが一番やんか、はい、こういうなんかな、うん、暗い世の中、大ふざけしたかってんけどな、暗い世の中ですからね、うん、雑談せえや。おい、せめてせめて雑談ぐらいせえや。行きましょうか、じゃあちょっとお願いします、拭き取らせていただきます、はい、失礼します、うん、自分でやるで。失礼しますじゃなくて、拭き取りはだってできるもん、自分でできます。もう別に藤本に拭いてもらわんでも、そのつけるのはやっぱりそのさじ加減があるからあれけど、拭き取りは自分でやる、やる、責任感がいい、いい、いい、あ、すいません、もう見てすぐですもんね、これ、あ、そうだ、拭き取るで、はい、お願いします。大丈夫かな、あれ、あ、綺麗、違う、違う気がする、綺麗じゃない、あ、綺麗、すごい綺麗、こっちだ、アフターな、はい、はい、ビフォーアフター、ビフォーね、ビフォーこっち。違うんですよ、ずるいわ、あの、ちゃうんですよ、あの、多分ヨーグルトの冷たさとかでキュッとしてるんですよ、立体的にね、そうなんですよ、冷たいねんからさ、そうなるやろ、だらしないんですよ、でもこっちキュッとしてるんですよ、いや、キュッとはこっちも別に水かけたらなるから、い色合いとかじゃない、いや、色合い、綺麗さを言うてんねん、あと、井上さん、隠してた方の左乳首のが綺麗なんすよね、なんかじゃあ、だから俺、綺麗やってんねん、もともと綺麗な方隠してましたね、今、俺、もともと乳首綺麗から、いや、同じのじゃない、ちょっと差がもともとあるから、どっちの乳首も俺、最初に言うんだよ、中トロ2枚乗ってるって、うわ、ちょっと、
中トロ赤身ぐらいの差がもともとがちょっとあるからずるいなこれは。でもこれも可能強化でも綺麗になってるなってるとかさっきより色合いが良くなって見違えるようです、うん、若干やっぱり生き生きはしてるな。生き生きしてます、うん、これがだからヨーグルトと蜂蜜のせいなのか冷たさなのか全部相まってます、ね、結局冷たいってことは人間がさ冷たい寒いって感じてるってことは生きないとパワー出さないとってなるわけやん、はい、だから一度右の乳首が死にかけて生きようと今頑張ってるっていう結果もじゃないそうですね、はい、栄養もいっぱい取ってた、はい、うん、そこなんですこの美容法本当にありがとうございます。そこなんそこだったんです実は。ありがとうございます。いや体験してみないとわからんもんだねこれはね。まあまあ、はい、いやでもなんか気にはなってたけど自分では試そうと思わなかった美容法を持ってきてくれてよかった。あ、よかったです。あ、じゃあそうそうそう、また次回も。さすがにやらへんやん、こんなん家では。まあ、こういう機会がない。確かに、はい、勇気ね、一個ハードルあるというか、うん、だから見てらっしゃる方も、うん、この美容法どうなんやと自分ではちょっとやりたくないけど試してほしいってもんがあったら言っていただければ、うん、全ての美容法を井上は試しますので。お、あ、いいですね、素晴らしい。でツイッターの方によかったらコメントください。そうね、はい、ツイッターにいろいろ書いてこの美容法を聞いたことあるんですけれども、はい、ちょっとやってみてくれませんかと、はい、言っていただければ我々試していきますのでチャレンジします。どしどしご応募お待ちしております。お願いします。この動画を見て興味を持ってくださった方々、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。